どうも GPH です。というわけで今回は、まあここにも映ってるけど、まあ彼女のペンギン、違う人間だけど、まあ今回はペンギンで出演ということで、と、まあモンストのね、ゴモラを一緒に見ていきたいと思います。まあ普通にプレイ動画は撮ってたんですけど、まあ公開がここまで遅れました。簡単な理由です。撮影しながらはね、なんか結構大変で。まあこうやって後付けでやるのもまあ悪くないかなと思いながらね、やっておりますよね。で、まあこれ今やってるのが最初のステージですね。まあ特にこうなんか難しそうなのはないかなって思いながらやっております。はい。で、ワープあったっけ？多分あるのかな、ワープ。なかったよね。まああってもなくても、まあどっちにしろね、別にダメージがあるわけではないから全然いいんだけどさ、この風で引き寄せられるのもまあいいのか悪いのか僕には未だによく分かっておりません。 どっちだろうね。わかんない。そうだね。まあ全然もう誰だお前はって感じなんですけど。 でまあこうやってゴモラ登場って感じですよね。なんか最近こういうボスというか出てくるのが早い気がします。気のせいかな、どうなんだろう、僕だけそう思ってんのかな。まあ最近やってないから分かんないっていうところもあるんだけど、まあなんか最近結構ボスが出てくるのが変わったね。すごくない？日焼け？昨日江ノ島行ったから焼けちああ、ゃった。詳しくはインスタ見てください。で、まあね、基本なんかね、これ話全然変わるよ。普通になんかこのゴモラのプレイっていうか、そのクエストそんな難しくないです、はっきり言って。こっちが完全に火で揃えて、あとは金属製キラーを持っていけば全然余裕でいけちゃいますね。なんかダメージウォールとか出てくるわけではないし、結構楽です。またゴモラですね。なんか質問あるかい？ゴムラってなーに？この左上に出てきてる、なんかこう、ね、今右に映ったけど、こいつだよ。わかった？だからゴムラだって言ってもらう。怖くないでしょ。ウルトラマンに出てくる敵キャラなんじゃない？怪獣なんだと思うよ。戻ったね。おかえり。まあこんな感じで進めておりますけれどもね。でもね、これね、やっぱりね、分かんない人には分かんないよね。俺もね、最初こう出始めの時、モンストがそれの何が面白いのって思ってたし、思うでしょ正直。 ね、やっぱね、こうやってやっていって敵倒すじゃん。お、やっと倒したみたいな、そういう感じがあるんだよね。ギリギリだね。それでなんかこういろいろこう罠っていうかね、そういうのが仕掛けられてて、お、来た。古代怪獣ゴムラ、ウルトラマン登場。しまっ。面白いね。で、今後ろ姿になってるゴムラだ。ね。ほら、震えてる。2のところがさ、こう、ドゥンって感じみたいな、ドゥンって。1になったね。だから次攻撃してくるよ、この後。さあ、どんな攻撃なんでしょうかと。気になるね。あれが0になると、攻撃してくる。その通り。はあ。ペンギンさん消えちゃったけどね。まあとりあえずそんな感じですよ。で、これね、尻尾でこうバンバンってやるじゃないですか。で、吹き飛ばされるわけですよ。自分からさ、近づけといて尻尾でバーンだからね。だからこういうことだね。バーン。こんな感じだよね。自分から吹きつけておいてのバーン。まあそれをこの中でやってるわけだね。ね。ね。で、まあこうやって、まあ、
いつも通り進めていくわけですよ。まあ特にこう、なんていうの、必要なアンチアビリティがあるわけではないと思います、はっきり言って。だって別に出てないでしょ、何かしらこうダメージウォールだとか重力バリアだとか。強いて言うならこの風系のやつなのかなと思うけど、別にそう大したもんじゃないしね。わかる違いが。ダメージを受けるか受けないかだよ。うん、僕の中ではそう解釈をしていますね。さあこれ今緑ゲージを減らしてるから、この後が最終ステージになるね。で桃太郎さんに行ってもらってと。さあ次だ、これもラストだから。ボス逃げた、追いかけろ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 。なんかプーさんのハニーハントらへんで出てきそうな感じですね。ルオーとヒーたちに気をつけろ。びっくりしてる。で一応これストライクショット打ったんだね。あんまりダメージは与えてない気がするけど。でまた使うわけですね、読みの波動。どうした下の方で、どうした疲れた疲れた、うん、腕上げな、上げっぱなしだからねこうやってでこのひみこさんがあれです、火属性のキラーを持ってての結構強いストライクショットを出してくれるのかな。だからもう次で実質ラストですよ。まあ余裕だよね、10ターン近く残してるし。ほらクリア、イエーイ。パチパチパチ、よし体全体で突っ込んできたけどまあこんな感じですよ。まあたまにはねこういう感じでちょっと変化つけてやっていきたいと思っておりますね、うん、というわけで GPH でした。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録よろしく。よろしく